今回レコーディングしてて思ったのは、すごくね、いろんな人の影響の上にダイヤモンド・ユカイのボーカルスタイルが出来上がってきたんだなっていうのが、すごくレコーディングしててはっきり分かったことかな。ああ、そうだね。自分でもそれはね、今までこう忘れてた楽曲とかね、なんかやっぱりこう自分が、まあ、ロックと出会う前にこう歌謡曲と出会うわけじゃん。まあ日本だと特にね。そうだよまあ、ね。俺なんかロックと出会ったのが中学生になってからなんで、そのくらいすだよごね。く遅かったんだ。だからその前はでもなんだかんだ言って歌謡曲は全盛の時代だったから、そうだよね。必ずこう真似て歌ってたりとかねしてたんだけどね。でそういった時代の人たちの曲も入ってたから、まあ自分でも選んだっていうのもあるんだけど、ただなんかすごくそう言ってみれば歌ってみたらね、かなり影響を受けてたんだなみたいなそうなのね。だからそれがなんか、ユカイ君のルーツがね、垣間見えた感じして。そうそう、だからポールとかジョンがエルヴィスが出てきちゃったりとかね、出ちゃうんだよね、歌っ急てるに。表現の中そでうなんだね、よね。そういうのが垣間見られちゃったかもしれそない。う。で、急にディランの影響が、こうやって垣間見えたりとかさ、なんて言うんだろう、その人が意図するしないに関わらず、やっぱり音楽で、一つのなんか表現をしようと思った時に必ずルーツが出てきてしまうっていうか、真似しなくてもね。それでやっぱり先達は随分やっぱり優れた人が多かったなっていうのも改めて気がついた。全然なんか意識しなくて、でもこんなふうにユカイ君にも影響を与えてんだなみたいなこと。だからその1曲目の「悲しい色やね」で上田正樹さんの歌を歌って、上田正樹さんちょっと面白いエピソードあるんだね。上田正樹さんはね、やっぱりこう一番リスペクトしてるね、シンガーだったね、日本でね。で、まあ、なんとかこう、まあ、今結構なんていうのかな、まあ、友達っていうか、普通に会話できる普通んだね。になったんだけど、まあ、まだレッドオリアーズの頃だったのかな、デビュー当時の頃、上田正樹さんと一緒にジョイントした時にね、まあ一つの曲をさ、まあビートルズの何だったっけな、ジョン・レノンの「フォーエバー」みたいなイベントだったのかもしれないな。そこでジョン・レノンの曲を、ジョン・レノンが歌ってた曲をみんなで歌おうみたいな感じで、上田正樹さんも一緒に歌おうっつって、でシンガーが何人かいて、そしたら上田正樹さんが来て「スタンド・バイ・ミー」を真ん中にこう立って歌って。そしたら誰もなんか上田正樹さん以外歌ってないみたいな、一人でどんどん突っ走っちゃって、スタイルがはっきりしてるからね。俺についてこいみたいな感じで、この人なんかみんなで歌うって気がないのかと、最初それは最初の、まあでも俺すごいリスペクトしてたから、まあこうね、なかなかそこにこう割り込んで入る気にもなれなかったんだけど、でもその後なんかいろいろライブ、上田正樹さんのライブとか見に行ったりとかしてね、でいろいろ挨拶とかして、ある番組かなんかで一緒になって、その時に一緒に、なんていうの、セッションしたんです。そしたらすごくミュージシャンなんだよね。そりゃそうだよね、まあ。いや、シンガー、もちろんシンガーなんだけど、シンガー前途してる、俺みたいなタイプ、俺どっちかっていうとシンガーが一番先頭に来ちゃうタイプで、技術よりもそういう譜面読んでどうのこうのよりもこう感情が先に立つのよ、なるほど。シンガーでね。でも上田正樹さんっていうのはもちろんそれは持ちながら技術的なものを持ってんだね。だから龍河君、それちょっとこの音とこの音はちょっともう少しこう次何椅子に来た方がいいよとか そういうのをこう譜面書いてね、そういうできタイるプようの。な人で、おすげえな、ますます尊敬しちゃってね。で、まあその人のね「悲しい色やね」が候補に上がってた。まあね。やっぱり上田正樹さんね、歌いたくねえなって思ってた、実は。 そっやっか。ぱそれだけ俺ほらリスペクトしてるんで。まあ、あの曲選曲したのはさ、まあ上田さんはまあ本当にブルースでは大変な名称もあるし、いっぱいあるんだけど、やっぱり誰でも知ってる上田さんの曲っていうと「悲しい色やねん」だなまあね、名曲だしね。で、あれがじゃあ男の歌かっていうとさ、まあ、歌詞の内容は女性から見た詩なんだよね。
なんだけど、ああいうそのあれはカン・チンファンさんが詩書いたんだけど、あれは本当に女性ラフに思うよりも男が理想とする女性を勝手になんか作ったというか、それをカンさんが詩にして、で上田さんに歌わせてっていうような、なんかその女性の歌とはやっぱり思えなくて、上田さんのそういう意味でのパフォーマンスがすごく印象的。パーフェクトじゃない、パーフェクト。これをカバーするってどこのドイツだよと思って、そんなやつの顔は見てみたいと思ったんだよね。うん、まさか俺がやると思わなかったし、石原裕次郎さんの夜霧を吠えまいだとか、でそういうのどうかなって最初提案したら、ゆかい君も時々カラオケで歌ってるっていうことを聞いて、